は我らナバール盗賊団改めナバール王国の領地となる。あ、やばい。お、なんか様子が変だぞ。俺が誰だかわからないのか。イザベラに心を操られているのか。おい、なんか言ってくれよ。くそ、イザベラめ。この様子じゃ盗賊団全員イザベラの術にかかっているかもしれん。カロがこんなことになっているなんて。ひとまず町で情報を集めてみましょう。マナストーンの手がかりもあるかもしれないしね。聞いたじゃないか。どうしたんだ、俺がわからないのか。さてはイザベラに。さっき酒場で聞いた。あ、山の花畑を目指してみないか。あの話は俺も気になっていたんだ。賛成だぜ。酒場でひそひそ話をしてた美女と会えるかもしれないからな。まだまだ。どうだ、これでさらに強い相手と戦える。今回はなしか。よし、まだ次だ。負ける気がしない。敵が道を塞いだから。まだ2つ。おいおい、本陣に。驚くほど手応えがなかった。全滅させたようだな。みんなで倒す。まだまだ。
金貯まった。おいら、お金使うの慣れてない。敵が道を塞いだか。していこう。あ、これは眠りそうな花。しまった。ここは…あら、目が覚めた？ここはローラントの秘密のアジト。ナバール盗賊団に占領された城を奪い返すため準備を進めているところです。君は？私はローラントの王女、リースと申します。国をナバールに滅ぼされ、生き残ったのは私だけだと思い、さらわれた弟のエリオットを探して旅をしていたんですが、このアジトのことを知って戻ってきました。俺たちは風のマナストーンを探しているんだ。風のマナストーン？それなら山の西側にある風の回廊と呼ばれる洞窟のどこかにあると思います。でも風神像が邪魔をして進めないかもしれません。ローラント城内からなら風を操ることができるのですが、城は敵の手に。そうか、なら俺たちにもローラント城を取り戻す手伝いをさせてくれ。これは私たちの戦い。あなた方には迷惑をかけられません。回復したら早めにお引き取りください。よくぞご無事で。ジー、落ち着いて。もう大丈夫ですじゃ。どう
すればローラント城をナバールの手から取り戻せるかしら。この人数では正攻法ではナバール忍者軍にかなうはずがない。何かいい知恵はない？すみませんの、わしは子守役、戦術にはとんと疎いもので。おお、そうじゃ、賢者ドンペリに頼めば何かいい知恵を授けてくれるかも。ドンペリ？そうです、はい。かつて竜帝との世界大戦の時に強大な力を誇るドラゴン族を出し抜き、ホルセナの英雄王を勝利に導いたと言われる奇跡の戦術師ですじゃ。その方は今どこに？それがですな、人間ではないのですじゃ。彼ドンペリはコロボックル。ジャドの南、ラビの森のどこかにコロボックルの村があるらしいのですが。早速探しに行ってみましょう。お待ちくだされ。コロボックルは大の人間嫌い。まともに言っても絶対やってはくださいますまい。それにリース様がお戻りになって、やっと皆が希望を持ち始めたのにまた旅立たれてしまうと。リース様はどうかここにお残りになってください。話は聞いたぜ。俺たちに任せなよ。ローラント城を取り戻すまで風の回廊に入れないってことは俺たちの戦いでもあるんだぜ。お願いしてもよろしいんですか？ありがとう、ありがとうございます。で、どうすれば？賢者ドンペリは人間の格好で言っても会ってくれないので、人間以外の姿、例えばコロボックルになりすますことができれば、あるいはちびっこハンマーと言われる秘宝がバイゼルにあると聞いたことがありますです。それを使えばうまくコロボックルになりすますことができるやもしれませぬ。の大砲と同じだ。ボンボヤジを知ってるんですか？彼のいとこのメルシーです。よろしくね。俺たちをバイゼルに飛ばせるかい？お安い御用です。準備はいいですか？ちびっこハンマーがあるのかしら。夜
しかやってないブラックマーケットに行ってみる？そうだな。いらっしゃい。そうだな。夜になるまで待とう。いらっしゃい。何が欲しいんだね。うしわしゃ一度こうして物を売ってみたかったんじゃ。でも意外とつまらんもんだね。これなら帰って寝てた方がマシじゃ。ほれ、死んだじいさんのガラクタはお前さんたちにやるよ。乗るかい。ちびっこハンマーが手に入ったな。これをラビの森で使ってコロボックリになりすますんだよな。盗賊が変装するのは日常茶飯事だ。任せてくれ。負けると分かっていた。頑張れ。オッケー、任せ。へっ、おいらやる。よっしゃ、逃がさない。なんだ、もう終わりか。拍子抜けだな。後悔じゃ、俺たちと出会ったこと。また強くなったぜ。注意しろ。おいらレベルアップした。強くなっている。敵が道を塞いだ。お金いっぱい。敵たくさん倒した。おい、あれってもしかして。これでいけるのか？
見かけないやつだな。おお、今度この村に越してきたんだ。よろしくな。何か人間の匂いがするぞ。おお、人間のバカにくっついてきたからな。匂いが移っちまったんだろう。そうか、人間のバカにか。そいつは傑作だ。ああ、ところでお前、賢者ドンペリ様はどこにいるか知ってるか。さあね、自分で探してみ。こうなったら村中の人にドンペリのことを聞いて回ろう。本当は人間だって気づかれないよ。慎重にね。貴様なんてどこにもいないぞ。いるさ、わしじゃよ。なんだって？さっきはどこにいるか聞いても教えてくれなかったってのによ。あの時わしは歩き回っとったからな。中にいるかはその瞬間瞬間で違うから答えられんよ。なんて偏屈なジジイだ。さすがはドンペリー様、奥が深い。どうした？声が震えておるぞ。ドンペリーさん、ローラントのコロボックル村、ネズミが大発生して村が占領されてしまったって聞いたよ。オイラ、同じコロボックルの仲間としてローラントのコロボックル村を取り戻してあげたい。何かいい知恵ないか。ほうほう、それはお困りじゃろう。ローラント、ローラント、おお、ひらめいたぞよ。まず風の精霊ジンを見つけなされ。おいおい、ジンに会いたくたって偶人像が邪魔してるって噂だぜ。果たして本当にそうじゃろうか。風の流れは常に変わるものじゃ。マナの力が枯渇しておる今、神の力を悪用せんとする輩がおらぬとも限らぬまい。風が乱れ出した。風神像に何かあったのかもしれんが、まあまずはわしの話を聞け。ローラントの山の中腹から枝分かれした道の先は風の回廊と呼ばれる難所じゃ。風神像の向きを変えれば風向きが変わって道が開けるはず。あとはお主たちで考え。通路の奥に風のマナストーンがある。風の回廊のどこかに銀はおるじゃろう。あとは眠りの花畑で銀の力を使えば
眠り花粉をローラント城に送り込み、寝込んだナバール兵を一網打尽じゃよ。なんだよ、俺たちが人間だって気がついてたのか。当たり前じゃ。世界中でコロボックルが住んでいるのはもはやこの森だけだから、よそ者など存在せんのじゃよ。それにほれ、お主フェアリンに取り憑かれとるじゃろ。わしらコロボックルにはフェアリーが宿主に選んだ人間は一目でわかるからな。人間は嫌いじゃが、フェアリーが出てきた以上は世界の危機。わしらも安全では済まぬからな。からかって悪かったが、こればっかりはやめられん。ああ、いや、すまんすまん。幸運を祈るよ。ナバール兵を眠らせるってのはちょっと卑怯な気もするが、今ローラントを取り戻すことが最優先だ。風の回廊に向かおう。今の敵で最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。オイラやる。楽勝だった。よし、準備はいいかい。問題なく勝てたな。この調子で行こう。なぜ負けると分かっていて俺たちに挑んでくるんだろうな。今の敵大したことなかった。弱そうなのが出てきたな。俺たちお金貯まった。オイラ、お金使っちゃうことだな。よし、これ今の敵で最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。よし、また強くなったぜ。メリって頭はHuh!
オイラ、やる。協力してぶっ飛ばすぞ。いだ、危ない。そうです、邪魔だ。力が湧いてきたぜ。今回の敵、ひだ、あえおいら、レベルアップした。弱そうなのが出てきたな。おいらの技を見せてやる。俺たち敵じゃないぞ。そうだ、今の戦い、俺一人でも十分だったな。今回は、よし、よし、風の回廊へ急ぎましょう。うん、風の精霊。なぜ負けると分かっていた。俺たちに挑んでくるんだろうな。ひだ、僕だ。そうだよ。ひだ、僕だ。弱すぎて暴れ足りないぜ。弱そうなのが出てきたな。俺たちの敵じゃない。ひだ、さあ風の回廊へ急ぎましょう。人像が、ドンペリ様の言う通り、誰かがジンさんを狙っているのかもしれない。急ぎましょう。強風のせいで進むの大変。さあ、強行突破はできなそうだ。めんどくせえが、謎を解くしかなさそうだな。お金いっぱい、敵たくさん倒した証拠。砂が入る。めんどくせえ。さらに強い相手と戦える。邪魔者、一緒に準備はいいかい。やっ、そうだ、おいら負ける気
敵が道を塞ぐ。まだまだ。オイラたちの勝ち。今回は余裕と準備はいいかい。どうだどうだ。今のがオイラの必殺技。過ぎて暴れ足りないぜ。そうだけど、油断せず後悔しろ。俺たちと出会ったことは。お金貯まった。嬉しい。あれは？これがマナストーンね。見るのは私も初めてだわ。この中からやがて神獣がよみがえり、世界は再び暗黒に。おい、物騒なこと言うなよ。あ、ごめんなさい。そうならないように頑張ってるんだもんね。さあ、この近くにジンがいるはずよ。探しましょう。おい、こんなところに新しい足跡があるぜ。こっちの方に続いている。行ってみよう。クラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。
誰がクラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。誰がクラスチェンジするの？さあ、クラスチェンジできるかやってみましょう。
やる。ストーンを調べてたかと思うといきなりわしに襲いかかってきただす。わしからエネルギーを吸い取り全カーを召喚したんだす。あいつもマナストーンの封印を解こうとしているのか。ジンさん、実はは分かっただす。あんたらわしの命の恩人だす。一生お供するだす。これでローラント城奪還の準備は整ったな。次は眠りの花畑に向かおうぜ。俺が前に出る。背中は当然だ。やだ、前、急いで進もう。オイラの技を見せてやる。よくしてぶっ飛ばすぞ。どうだ、驚くほど手応えがなく、お金貯まった。オイラ弱そうなやつだが油断するなよ。間違いない。敵倒せ。勝った。
そうなやつだが東はしない油断する相手が待って逃がさない。さらに強い相手と戦える。無事でよかった。お帰りなさい。賢者ドンペリには会えましたかな。ああ、まあ見ててくれ。はいな、お任せくださいご主人様。出す。今がチャンスよ。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけて。樽の中にまん丸ドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。知られないぜ。イザベラめ、好き勝手やりやがって。敵倒せ。そこを動かない。まだまだいる。オイラの出番。今回の敵。爆弾。
逃がさない。さあ、誰か正気のやつはいないのか。イザベラめ、相手が悪かったな。決まったね。相当動くな。相手が悪かった。見せてやる。いや、そうだ。なんだ、もう終わりか。今日死にかだな。弱そうなのが出てくる。逃がさないで。まだまだ。腹が湧いてくだぜ。注意します。準備はいいかい。決まったね。当然の勝利だな。喜ぶほどの。なぜ負けると分かっているんだ。俺たちに挑んでくるんだ。まだまだ。そこを動くな。さらに強い相手と戦える。楽勝だと思うが、油断はするなよ。やってなかったな。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。逃がしはしない。相手が悪い。まだまだ。おいら、レベルアップした。今回は楽勝。オイラの出番。今回は余裕だ。オイラの技を見せてやる。決まったね。そこを動くな。よし、後ろから敵を追い出してやるぜ。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。お金貯まった。オイラ、お金使うの慣れてない。リーゼ、お前たちビルとベンだな。ビル、ベン、やめるんだ。誰か来やがった。美獣様に報告だ。の将軍はすぐそこの部屋の中です。あと少し行かなくちゃ。バカ野郎、そんな体じゃみすみすやられに行くようなもんだ。俺たちに任せてここでじっとしていろ。もっと自分を大事にしろよ。王女様なんだろ。でもこの命に変えてもお父さんの仇を。俺は王政とかそういうのって大嫌いだが、自分を頼ってくれてる人たちがいるんだったら、そいつらを裏切るような真似はしちゃいけないよ。ホークアイ、いい子にしててくれよ、リス。じゃあな。
お分かりだ。そこだ。こいつで決める。これで決めるか。どうだ。ダメやぞ。オイラの技を見せてやる。注文してくれ。俺だよ、ホークアイだ。俺が誰だかわからないか。頼む、目を覚ましてくれ。知らんな。行くぞ、ベン。おう、ビル。忍法、おう。合体だと？くそ、妙な技を使いやがる。覚えてろ、美獣様。申し訳ございません。イザベラ、もう逃げられないぞ。あら、坊や、まだ生きてたの？イザベラか。そういえば、そう名乗っていたこともあったっけ？お前は一体何者だ？ナバールやローラントを占領して、何をしようとしている？私は美獣、黒の貴公子様にお仕えしている。くそ！イーグルの仇！物忘れが激しいようね。私を殺してもいいのかしら。死の首輪か。そうさ、ジェシカの命、私が死ねばどうなるんだっけ。
さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。でももうお父様は戻らない。仲間だったビルやベンまで、今やナバールは完全にイサベラ、いや美獣の手中に落ちたようだ。美獣、あの人が私の父と国を奪い、エリオットをさらわせた。絶対に許せない。リス、聞いてくれ。今あいつを倒せば、あいつに呪いをかけられたジェシカという女の子の命が危ないんだ。頼む、少しだけ時間をくれないか。マナの剣、マナの剣さえ手に入れればジェシカを救うことができるんだ。そのジェシカさんってホークアイの？いえ、何でもありません。わかりました。それに私たちも国を立て直さなければなりませんし。ありがとう、リス。でもいつまた奴ら攻め返してくるかわからない。大丈夫か？一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。おう！ライザ、みんなありがとう。私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を助け出してきます。それまでお願いね。リーサ様、お気をつけて。私は再びエリオットを探す旅に出ます。ここで別れましょう。いろいろとありがとうございました。リス、俺は私もう行かなくちゃ。さよなら、皆さんもお元気で。風の精霊も見つけた。オイラたちも一度英雄王に会いにフォルスナへ戻ろう。ナバール盗賊団に占拠されたパロはどうなったのか。移住が去ったことで盗賊団の存命も解けているんじゃないかしら。そうか、やった。これでパロを出港する船に乗れるな。
注意しろ。敵襲だ。この辺の敵は全滅させたようだな。そこを動くな。さらに戦いのコツをつかんだぜ。俺一人で十分だ。なんだ、もう終わりか。拍子抜けだな。戦い、俺一人でも十分だったな。街はめちゃくちゃだ。オラオラオラ、たわけものめ。ニキータ。うわあ、兄貴助けて。ニキータ、俺が誰かわかるのか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。おう、まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。大っぴらに呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは、美獣が召喚した悪魔によって皆殺しに。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには、新たな呪術がかからないせいか心を操られずに済んだにょですが、チカロウに入れられてしまい、あのチカロウ、兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできにゃくなってしまったにゃ。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ううジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな。ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、美獣もすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。俺たちは一刻も早く精霊たちを見つけて、マナの剣を手に入れ、ジェシカの呪いを解く。ニキータはローラント城に事情を話してかくまってもらえ。はい、兄貴たちもお気をつけて。
だバイゼルにつかねえのか。一体どうなってやがんだ。うわ、なんだ。おいら、やる。よっと、びっくりした。なんなんだこの船は。よ、やべえなこりゃ。こいつはひょっとして噂の幽霊船。ちょっと待って。かすかに精霊の気配を感じるよ。でもなぜかとても弱いの。じゃあこの船に精霊がいるってこと。わからない。もうちょっと様子を見るしかないわね。何かいるよ。気をつけて。そんな雑魚。あの船は大神。相手が悪かったな。驚くほど手応えがなかったな。なかなかの品だな。早く使いたい。まさか、さっさと片付けろ。まだまだ準備はいいかい。どうだ、急いで進もう。そうだ、目をつぶす人も立てるぜ。今の敵で最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。気に入ったぜ。気に入った。使わせてもらう。注意しろ。お金いっぱい。敵たくさん倒した証拠。ぶっ飛ばすぞ。耐えた。やっ、爆弾。敵
しはしない。この辺の敵は。さらに戦いのコツをつかんだぜ。なんだこりゃ、公開日誌。ブヘー、気持ち悪い。こんにちは。どうも、私幽霊マニアのマタロウと申します。とうとう念願の幽霊になることができました。十分満喫しましたので、そろそろ帰ります。この感動をあなたにも、さようなら。呪いを移されたのね。この呪いをかけられたら、別の誰かに呪いを移さないと一生この船から出られないよ。別の誰かって言っても。あ、みんな逃げた。ひどい。どっちもどっちだと思うけどね。あなただって今一瞬仲間を犠牲にしようとか考えたんじゃないの？バレたか。とにかくこの呪いの元になるものはこの船のどこかにあるはずよ。それを残されたみんなで探しましょう。頼むよ。もし探すの嫌になったら言って。おいら、いつでも変わるから。幽霊船を二人で探索することになるとは。おいらもうやだ。交代。癒しを。ヒールナイト。
たちの敵じゃなかったな。ああ、ないモンスターがたくさんいて面白いところだな。俺一人で十分だ。切り開いてやるぜ。逃げられない。まだまだ。早くこの船から脱出する方法を探さないと。この船誰が操縦してる？ようこそ我がさまよえる魂の船に。仲間の呪いを解いて俺たちを解放してくれ。方法は一つだけ。私を倒すことだ。よくぞ我が迷える魂を解放してくれた。喜んで力を貸そう。仲間の呪いも解けたであろう。おい待ってくれ、助かったよ。ここにいるということは、闇のマナストーンもこの船の中に？いや、闇のマナストーンは失われし石、もはや現世には存在しないだろう。かつて世界大戦が起こり、古の神獣以来世界が二度目の危機を迎えた時に、闇の力が増大し、闇のマナストーンだけ封印が解けてしまったのだ。では闇の神獣が？いかにも。大昔、人間たちは古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを平和に使った。やがて人々はエネルギーを奪い合うようになった。
闇の魔物たちはここにつけ込み、世界を戦乱の渦へと巻き込んでいった。光の司祭、同じことを言っていた。ついに闇のマナストーンの封印が解け、神獣と闇の魔物たちにより、世界は滅亡寸前にまで荒廃した。それ以来マナストーンは失われ、住処をなくした我が魂はこうしてさまよえる幽霊船となり、長い時を後悔してきたのだ。その後、闇の神獣はどうなったの？滅亡寸前で回避できたのはなぜ？わからない。なぜか突然と闇の神獣は魔物たちと共に消えてしまった。それから長い年月が過ぎ、世界はよみがえった。だが闇の神獣は消えたわけではない。おそらくこの世界とは別の異世界で再びマナストーンに姿を変え、この世界のどこかに影を落としていることだろう。だとすると、人間たちにはマナを減少させる方法がないのに、こんなにもマナが少なくなってしまったのには、闇のマナストーンが関与している可能性があるわね。でもどうして？魂が解放された。この船は消えてしまう。部下、あの様子じゃ噴火が近そうだぞ。なんとか早くこの島から脱出しなきゃ。巨大な生物がいたな。あや、何なんだ？わからないけど、今はこの島から脱出する方法を考えましょう。やっ、大進、やっ、やっ、耐えた、やっ、やっ、やっ、急いで進もう。おいで、出番。慣れてない。
そうだけど。当然の勝利だな。喜ぶほどのことではない。オイラたち強くなった。オイラの出番。オイラまた。出番だ。モンスターだ。ここは魔物の巣か。こうなったら、こうなったらやられる前にやるぞ。待って、彼らからは敵意が感じられないよ。何が欲しいんだが。早く使いたい。それは目利きには自信が。また来いだが。彼らからは敵意が感じられないよ。襲ってくる様子もないし、試しに話しかけてみましょう。こうなったら海の主とやらにかけるしかないな。うん、岸辺の洞窟へ急ぐ。ついでに魚取ってくる。どうだ。話はしない。いなくなった。次の戦いに。なぜ負けると分かっている。俺たちに挑んでいく。まだまだ。ここで死ぬわけにはいかねえ。注意しろ、敵襲だ。まだまだ。やるな。さらに戦いのコツをつかんだぞ。注意しろ、敵襲だ。すぐに弱そうなやつだな。早くついてこれないだろ。以前はここに洞窟への入り口があったようじゃ。きっと火山の噴火で塞がっちまったんじゃろう。ちょっと待っとれ、今開けてやるわい。ほーらな。
この洞窟に海の主がいるはずだ。のんびりしていると噴火に巻き込まれる。急いで探そう。フレンの魔導士を倒すまで死ぬわけにはいかねえんだ。問題なく立てたな。この調子で行こう。しかないな。敵が道を塞いだ。バトン、すぐに倒してさ。どうだ、急いで進もう。逃がさない。お金貯まった、嬉しい。俺たちと出会って。湧いてくる。楽しくなってきたぜ。弱そうなやつだな。早く倒して先に進もう。そこは当然だ。もう走り喜んでないで、先を急ぐぞ。暴れ足りないぜ。今回は余裕そう。次がオイラの技を見せてやる。はい、相手が悪いぞ。いなくなった。次の戦いに備えよう。よしよし。当然の勝利だな。喜ぶほどのことではない。私は邪眼の伯爵、黒の貴公子様の予言に従い貴様たちを始末しに来た。予言によれば貴様たちは黒の貴公子様にとって邪魔な存在になりうるとのことなのでな。なんだと、ふざけんな。黒の貴公子ってのは何者だ。お前たちは知らなくてもいいことだ。
どうせ生きては帰れぬのだからな。まもなく火山の噴火が始まる。生き埋めになって死ぬがよい。とうとう噴火が始まっちまいやがった。くそ、もはやこれまでか。なんだありゃ。助けてくれるのか。